木戸康弘は日本の男性キックボクサー。神奈川県伊勢原市出身。谷山ジム所属。元 WBKF 世界スーパーウェルター級王者。元クラッシュマイナス7 0ム王者。中学時代は陸上部に所属し、短距離走の選手を知っていた。中学生の時にテレビで K1 の存在を知り、高校入学後に キックボクシングのジムに入門。国士館大学キックボクシング部に所属。全日本学生キックボクシング連盟主催の高楽園ホールでの試合に出場し、経験を積む。2001年、全日本学生キックボクシング連盟ウェルター級王座を獲得。2002年、全日本学生キックボクシング連盟ミドル級王座を獲得。2階級制覇達成。 2003年5月3日、第14回全日本真空手動選手権大会、K-2 トーナメント中量級に出場し、第3位となった。2003年9月14日、マーシャルアーツ、日本キックボクシング連盟で、プロデビュー。2005年5月4日、K-1 ワールドマックスのオープニングファイトに出場し、山本祐也と対戦。ダウンを奪われ判定負けした。 2005年12月、水谷秀樹に、小負け。2006年12月3日、MA キック工業で、K、ケールイスと、日本ミドル級王座決定戦で対戦し、4R 左肘打ちによるカットで TKO 勝ち。ミドル級王座を獲得。2007年6月10日、MA キック工業で、シュートボクシングのシシド大輝と対戦し、5R3 から0の、判定勝ち。 2R 目には顔面上の膝蹴りでダウンを奪っていた。この試合は後に、MA 日本年関西工事愛称に選ばれた。9月24日、1 2 0ス、アニバーサリーオブジャパンタイランド、ムエタイハーティスマイルズで行われた M-1 ミドル級タイトルマッチで我が竜慎吾と対戦し、判定負け。12月2日、MA キック工業で、シラス・ヤスヒトに判定勝ち。 試合後のリング上で、K1 のオープニングファイトで2勝1敗して、昨年の日本トーナメント出場者のシシド選手とシラス選手の2人に勝ったので、そろそろトーナメントに出してください。谷川プロデューサー、お願いしますと参戦をアピールし、後日トーナメント参戦が決定。2008年1月8日、MA 日本キックボクシング連盟年間表彰選定委員会から最優秀。 選手賞と最高自愛賞の2つで選ばれたことが発表され1月14日の後楽園ホール大会で受賞した2008年2月2日 K1 ワールドマックス2008日本代表決定トーナメントに出場1回戦で尾崎刑治と対戦し 3R 終盤にダウンを奪い判定勝ち準決勝ではアンディオロゴンと対戦し判定勝ち決勝では ハヤとと対戦し、ダウンの奪い合いとなり、小勝ち。優勝を果たした。優勝後は、知人の紹介で、神奈川県の小木の中学校で講演を行った。このトーナメント優勝について、キックで王者になっても、世間では無名扱いだったが、慶一日本王者になると地上波で放送されたともあり、知名度は飛躍的に高まった。慶一は、人生を変えたと語っている。 2008年4月9日、K1 ワールドマックス2008ファイナル16のトーナメント1回戦で、イムチビンと対戦し、1R 開始40秒、カウンターの右の膝蹴り一発で小勝ち。2008年4月29日に、MA 日本の工業を、ブレイクスルーマイナス3突破口に来場し、同団体理事長の宮川健和から、激励賞を贈呈された。2008年7月7日、 K1 ワールドマックス2008ファイナル8のトーナメント準々決勝でアルトゥール・キシェンコと対戦し判定負け。2008年10月1日、K1 ワールドマックス2008ファイナルのトーナメントリザーブファイトでアルバート・クラウスと対戦。1R 終了間際に膝蹴りを受け身検付近をカット、2R に再度膝蹴りを受け出血がひどくなり、ドクターストップとなり TKO 負け。 2009年2月23日、K1 ワールドマックス2009日本代表決定トーナメントに出場。1回戦でヒナ・フトシと対戦。序盤からヒナ、フトシのミドルやローを何度も浴びるなど劣勢に陥る。2R には、一瞬の隙からダウンを奪うも、度重なるミドルキックで、右腕が使えなくなり、以降手数で圧倒されて、延長判定負け。しかしヒナ、 ふとしの負傷によって、準決勝に進出し、小昼今、キフトシンと対戦。痛めた右腕をかばいながら懸命に戦うも、2R に2度のダウンを喫しこまけ。2009年4月21日、K1 ワールドマックス2009ファイナル16のリザーブファイトでイスファンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。当初トーナメント1回戦に出場予定であった。 お昼い巻の負傷欠場により、山本祐也が、リザーブファイトから本戦へ、繰り上がりとなったため、木戸が、リザーブファイトに出場することになった。2009年7月13日、K1 ワールドマックス2009ファイナル8の、リザーブファイトで、リーロイ・ケスナーと対戦。3R にケスナーの右足への左フックで2度ダウンを、奪い判定勝ち。2009年7月23日、 グランドハイアット東京にて開催された、純コ,コシの2009コレクションに、モデルとして出演。2009年10月26日、K1 ワールドマックス2009ファイナルのリザーブファイトで、佐藤義美洋と対戦。2R に一度ずつダウンを奪い合うも、最後は、右フックでダウンを奪われ小負けとなった。2009年11月25日、後楽園ホールにて開催した。 日本初となるメンズファッション賞、ビビアン・ウエストウッド・ライブ・イン・ジャパンのランウェイショーで、小昼井牧太志新選手とエキシビションマッチを行った。2010年3月27日、K1 ワールドマックス2010-70、キログラムジャパントーナメントの1回戦で竜二と対戦し、1R にダウンを奪われその後も理解したものの、0から2の判定負けを喫した。 2010年9月23日、谷山ジム主催、ビッグバンさん、ビッグバン統一への道その3のメインイベントで、我が竜慎吾と3年ぶりに再戦し、3から0の判定勝ちでリベンジに成功した。2011年2月5日、谷山ジム主催、ビッグバン統一への道その4のメインイベントで、北、山高義と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2011年5月15日、谷山ジム主催、ビッグバン、統一への道その後のメインイベントで浜崎一揆と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。当初は総合格闘家のセルゲイ・ゴリアエフと対戦する予定だった。2011年9月25日、K1 ワールドマックス2011から7 1ラムジャパン、トーナメントファイナルの1回戦で、初代、 クラッシュマイナス70キログラム級王者ケンタと対戦し、序盤からパンチで攻められるが前蹴りで距離を制し、ポイントリードするモニアールに、左フックでダウンを奪われ0から2の判定負けを喫した。2016年4月24日、K1 ワールド GP マイナス60キログラム2本、代表決定トーナメントのリングに上がり、6月に開かれる大会に参戦することを表明。 イベントプロデューサーである、前田健作のモノマネを披露し観客の爆笑を誘った。2017年6月18日、マラット・グレゴリアンが返上した K1 ワールド GP、スーパーウェルター級の第二大王者決定トーナメントに出場。1回戦で負傷欠場したジョーダン・ワトソンの代わりに参戦した、ルーク・ウィーランからボディでダウンを奪い、にある KO 勝ち。準決勝で、 昨年11月に小負けを喫したサニーガルベックに 1RKO 勝ちを収めリベンジを果たす。決勝で優勝候補大本命とも目されていたチンギス・アラゾフに3度のダウンを奪われ3から0の判定負けを喫するモニアールに左ストレートでダウンを奪い返す検討を見せた。ありがとうございます。